はい、えー、どうもこんにちは、水んです。本日もサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、すごいね、びっくりするニュースが舞い込んでまいりました。これ結構ね、報道されてるので、まあ知ってる方もね、多いと思うんですけれども、まあ、NHK 党のね、東谷義和さんことで、ガーシー参議院議員のところにですね、警視庁から任意のこう事情聴取要請が来ているというようなことでした。 で、まあ、内容についてね、こう、ざっくり説明すると、まあ、ガーシー参議院議員とえったらですね、まあ、暴露系 YouTuber としてね、非常に有名でした。で、今はですね、まあ、YouTube ではなくて、別の SNS でね、まあ、活動してるわけなんですけれども、まあ、これまでもですね、いろんな、ま、有名人の方のですね、え、暴露とかをですね、してきたわけですよね。 で、まあ、それがですね、まあ、発端と、えー、なってですね、まあ、複数の、えー、著名人の方からですね、まあ、脅迫、そして、まあ、中傷のね、まあ、疑いでですね、まあ、警視庁の方に、えー、告訴されていたと、えー、いうこと、えー、なんですよ。で、まあ、もちろんですね、えー、警視庁の方はですね、えー、まあ、動画の中身を見たりとか、 で、あと、ま、関係者からですね、ま、事情聴取とかをま、進めていて、で、ま、そこでね、こう、事実関係を、え、確認するために、一応、ま、その本人、え、からのね、ま、事情聴取必要だろうと、え、いうことで、ま、そのガーシーさんのね、え、そのま、弁護士さんを、ま、通して、え、ガーシーさんの方に、ま、協力をお願いしますと、協力要請を、え、出したと、ま、いうことです。で、ま、ガーシーさんはガーシーさんでですね、 これ、まあ、新たな情報によると、まあ、任意聴取にですね、まあ、その、応じる、えー、意向を示していると、まあ、いうことなので、まあ、ガーシーさんがね、こう、もし、えー、日本に、えー、帰国した際、まあ、その際にですね、えー、警視庁の方が事情聴取をするんじゃないかな、というふうに、えー、思います。で、まあ、今回ですね、 まあ、ガーシーさん自身なんですけれども、まあ、これ、えー、まあ、名誉毀損や、まあ、脅迫の疑いというふうに、まあ、マスコミの方ではですね、まあ、報じられていますね。で、まあ、ガーシーさんが、まあ、日本に帰ってきて、まあ、逮捕されるかって言われたら、まあ、逮捕される可能性はね、今のところ非常に低いんじゃないかなと、まあ、いうふうに思います。で、やっぱりですね、なぜかというと、まあ、逮捕というのはね、 まあ、証拠隠滅の、えー、可能性だったりとか、まあ、あと、えー、逃亡する可能性があったりとか、まあ、身柄をね、拘束しなければ、これ、捜査を進めることが、こう、できない、えー、場合にですね、やっぱ身柄をね、まあ、拘束するわけですよ。で、まあ、今回、そのガーシーさんの場合って、まあ、弁護士も、えー、ついている。で、なおかつ、えー、めちゃくちゃ、こう、著名人だから、 こう、どっかにこう逃げようと思っても、簡単にこうね、えー、逃げられる、まあわけないじゃん、と。まあいうことですよ。で、まああとはこのガーシーさん自体がね、まあこうやって、まあ YouTube で、ね、YouTube とか SNS とかで、まあ話した内容っていうのは、まあそう、今更ね、まあその、証拠隠滅しようにもできないでしょう、ということで、まあその、 警察も警察でね、まあこれ身柄を拘束してもしょうがねえだろうというようなことで多分身柄をね、拘束しないんじゃないかなというふうに思います。だからあくまでその任意でこう事情聴取をしていって、で、まあ多分書類送検をされるという形になるんではないかなという形でしょう。ただですね、まあガーシーさん自体がね、 まあ、これからもですね、まあ、俺、暴露続けていくぜっていうことであれば、これ、逮捕される可能性っていうのも出てくるんではないかなと思うんですけど、ただですね、やっぱ、現職のね、まあ、国会議員と、まあ、いうことで、まあ、国会の会期中は一応、不逮捕特権で、まあ、いうのがあって、まあ、その、なかなかこうね、逮捕、えー、されにくいわけですよ。 で、ま、あ国会のまあ会期外とかだったらね、まあ、逮捕されることあるんですけど、ま、あその、国会の会期中はね、まあ、原則として、ま、逮捕されないという不逮捕特権も、あの、ありますので、ま、あその、ガーシーさん自身ですね。ま、あその、そういうのも、も、もしかしたら多分分かってるんじゃないかなと思う。でもやっぱりね、一番そのね、やっぱ大きいのは何かって言ったら、やっぱ弁護士がついてるっていうところですよね。 ま、弁護士がついていると、まあ、いうことは、まあ、捜査機関も別にこう身柄を拘束する必要とかもないでしょうと。で、まあ、弁護士さんってね、まあ、やっぱり信用される立場なので、信頼されるんで、ね。なので、弁護士つけてね、まさか、ね、証拠隠滅もしないでしょう。逃亡することもしないでしょう。え、いうふうに、ま、捜査機関もね、え、判断するんじゃないかなと、え、思います。で、まあ、正直ですね、言うとね、まあ、これ、 だいぶですね、ちょっといろいろ、ちょっとね、あの、局面変わってきたなと、ね、まあ思います。で、やっぱり NHK 党自体の、まあ局面がね、こう変わってきたと、まあいうふうに、えー、まあ僕はですね、えー、感じているんですけれども、やっぱりなんでですね、まあこうやって、あの、局面がですね、あの、変わってきてると、僕がやっぱり感じているのか、というとですね、まあその、 まあこういうニュースがまあ出てくると、やっぱりこうガーシーさんに対する批判、そして、で、まあ NHK 党にこう対する批判っていうものが、よりですね、やっぱ過熱化していくと思うんですよね。過熱化していくと思うんですよ。となってくると、やっぱりまあ NHK 党からすれば、まあその、まあもともとね、そんなにまあイメージ自体は僕は良くないと思ってるんですけど、NHK 党はね。で、よりイメージがね、こう悪化する可能性っていうのもね、 ま、十分に、まあ、あり得るんじゃないかなと。まあ、いうふうに、えー、思います。で、あと、やっぱりですね、ガーシーさん自体も、まあ、今回、まあ、脅迫、そして、ま、名誉毀損の疑いで、まあ、捜査を、えー、されているということはですね、まあ、今後ですね、あの、身動きがね、だんだんやっぱこう、取りづらく、えー、なってくるわけですよ。 で、やっぱそれこそですね、まあガーシーさん自体が、まあこれからも、えー、暴露するでっていうふうにやっていたら、あ、捜査機関も、あ、これからも暴露続けていくんだと。これはちょっとまずいだろうなということで、まあ身柄拘束に走るね、ことも十分にあり得ると。まあそうなると、やっぱりね、そのね、ガーシーさん自体も、ガーシーさん自体で、まあ結構そのね、あの、苦しい展開、 まあこういうふうにね、あの、やっぱこうなっていくんじゃないかなと。まあいうふうにね、あの、思います。で、まあ、本当にね、あの、これ、まあガーシーさん自体も、まあ結構まあ苦しいような、まあ展開にね、やっぱこうなってると、やっぱ思うし、まあこうやってね、やっぱりね、まあ報道されているということは、まあその、ね、 まあ、ガーシーさん自体も、ね、このままだと、まあ、黙ってはおれないというふうにはなるでしょうと。ただですね、まあ、今回、まあ、ガーシーさん自体が、まあ、そうね、えー、疑われている、そうね、えー、名誉毀損に対しては、まあ、これはですね、やっぱこう、三つの、こうね、この要件を満たせば、まあ、無罪にはなるんですよね。まあ、例えば、えー、公益性、目的性、公共性、あえとん、公共性か。 で、目的性、あとは真実性の証明。まあ、この三つ。で、このね、三つ目のこの真実性の証明ってね、結構、この名誉毀損の裁判だったりとかの中で、まあ、非常にですね、まあ、大変なわけですよ。まあ、真実相当性だと。で、いろいろともう客観的なこう、証拠をですね、まあ、見た上で、まあ、そのガーシーさん自体が発信をしたことっていうのが、まあ、その、真実であると。 真実だというふうに、えー、思えるぐらいの相当な理由があったから、ね、あのー、っていう、えー、場合。まあこういう場合っていうのはですね、まあ真実相当性を満たすわけですよ。で、まあ公共性っていう部分に関してはね、やっぱり有名人っていうのは、まあ公人ではないけど、まあそれなりのこう社会的な影響力があるからと、まあいうことで、まあみなし公人のポジションになると思うんですよね。 ね、なので、まあ、そのガーシーさん自体は、まあ、このね、えー、名誉毀損の面積要件である、この3つのこの要件っていうのをですね、まあ、そうなんとか、えー、満たさなければ、まあ、無雑、無実にはならない、無罪にはならないと、まあ、いうことには、えー、なるんで、まあ、そこのところですね、まあ、どうやってやっていくのかっていうことは、まあ、大変ね、まあ、見物だというふうにね、あの、思います。で、まあ、あとはですね、やっぱり、 まあその、まあ脅迫の疑いというふうにえあるんですけど、まあ脅迫の疑いね、まあここの部分に関してはね、まあどういう理由があろうが、まあちょっと苦しいかもしれないですね。なので、まあここの部分に関してはちょっと何とも言えないんですけれども、まあ今回ね、まあ警視庁がまあこうやって任意でね、こう事情聴取をすると、事情聴取をしたいと要請ね、かけて、 で、これがちゃんとマスコミで報道されたっていうことは、まあ、それこそですね、まあ、警視庁も警視庁で、まあ、ガーシーさんに何かしらの、まあ、圧をしっかりとかけてね、まあ、こうやって、まあ、断れないような、まあ、状況まで持っていってるんだろうなっていうのがですね、まあ、はたから見てると、そう感じえられます。 ということで、まあ、結構ですね、あの、展開、まあ、思ったよりですね、早い展開だなと思いますけど、まあ、こういうふうにですね、NHK 党ラミでも大変ですね、カオスな状況になってきました。ということで、もしね、この動画を見ていいと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、水きャんでした。